僕は二十歳でこの世界にデビューしまして、まあ、レコード出したんですけれど、好きで出したわけじゃなくて、まあ、ひょんなことから出したんですよね。それで歌はもう昔から小学校中学校の時に音楽の時間で歌を歌ったぐらいで、大きくなってから歌った覚えがなかったんで、もうレコード出してもなんかやってても全然面白くなかったんですよね。もういつも綱あたりでやるんですよね。もう周知さんこれも綱あたりだしね、自分のあれも綱あたりだしね。だけどわりかし本番に強い男って僕は言われてるんですね。空に、ようがある限り。
ありがとうございました。